ああ、もうこの厚い雲にの下ですね。これずっと見てるとですね、飛行機が、見えますんで、見えたらラッキーですね。で、今日ですね、三橋 TV の1回目が配信されます、YouTube でですね、ぜひご覧ください。かなり、なんていうか、力入れてですね、パワーポを作って編集してくださってたんですけども、コウケさんとかのね、お声をもっともっとお話を入れられたらよかったなと思いますんで、また呼んでもらえるとありがたいですね。ちょうどこの時間、森永康平先生がラジオを出ておられるみたいで、基本的に右であろうが左であろうが、保守であろうが、革新であろうが、温かい人たちとネットワークを組むように意識的にやってます。まあ、全ての人とね、ネットワークを組めたらそれが一番いいんですけども、やっぱり人生には限りがあるし、持ってる時間には有限なんで、そういう人たち、三橋先生のテレビ見てると、最初はなんとかな、少しね、右派の方かなって思ってましたけども、人に寄り添う、その姿勢はですね、とても大事だと思います。リベラルの緊縮で、その口ではね、いろんな政策を、法律を言いながらも、切り捨てていく人たちよりもはるかにあったかいだろうなって、いや、あったかいっていうふうに思います。ぜひご覧いただければと思います。それから丸川議員の、もうあえて大臣という言葉は使いたくないと思ってて、丸川議員の会見がやっぱり非常にこうミスリードしますね。ワクチンを1回接種したからって言って、今やってる mRNA ワクチンですね、メッセンジャー RNA ワクチン、ファイザーとモデルナで、これの供給計画ももうぐちゃぐちゃで足りなくなってるんで、自治体からはですね、催促が来てますよね。で、そういう中でとにかく1回接種してもらって、一時的に抗体をと、そういうんじゃないんですよね。よくよくこう考えて、大臣は発言をしてほしいと思いますね。これまだその重症化阻止率についてはもうほとんど定説になってますけども、感染阻止がどこまでかっていうのはまだよく分かってないんですよね。だから発言を慎重にしなきゃいけないし、この議員はかつて民主党政権だったですかね、この愚か者めがっていうことを言って有名になった人ですけども、このところの発言を見てみると、なかなかそういう言葉をですね、人に言えるのかなって思いますね。おはようございます。誰か分かりました。それじゃあ今日ですね、また国会でいろんな議論をしていくわけですけども、ぜひその開いてもらって国会をですね、そして法律、イベルメクチンの話もずっと出てますよね。緊急使用、国民の命を守るためのものですね。それをぜひやらせてほしいと思うし、やっぱり危機の時に国会を閉じてるっていう選択肢はありえないと思いますね。ありがとうございます。これ飛行機見えますか？ね、見えるといいですけどね。ちょっと飛んではないみたいですね。ちょうどですね、この展望台の横ぐらいを飛んでいくんですよ。でも見えないっていうことは飛んでないですね。飛んでません。
見えないでしょ、もっとアップにしてもね。日が照ってたらあの東京湾がね輝くですけど見えないですね。うん、ちょっとこのままアップにしておきたいと思いますけどね。ありがとうございます。ファイトですね。ビルばっかですね。まあ、ビルばっかって言っても、ここにはね、緑があるんですよ。これ、ホテルの緑ですね。ホテルとその隣の、あれは何だったかな。教会じゃないかな。アナインターコンチネンタルプールですね。あのプールで子供たちのはしゃぐ姿がね、前も見られてましたけど、早くそういう日常に戻りたいですね。おはようございます。で、機能的財政論についてもですね、今日も106をですね、頑張ってやりたいと思いますし、都議選の応援もずっと入ってるんで、もう頑張っていきたいと思います。やっぱりね、こう、東京都内は移動に時間かかるんで、ズームとかそういったものの会議の方が効率がいいみたいですね。あ、もう行かないと。今から、主治医の方がわざわざ来てくださってですね、採血です。採血、血を抜かれるんですね。いやそれで、ワクチンを、まだその、県が来てはないですけど、打っていいものかな、悪いものか、それをこう、教えていただくわけですね。いや注射は嫌ですね。まあ、しょうがないです。血液を取らないと。少し痩せたんで、今までよりもはるかにいい数値というか、全然血液検査のあれは全く異常なしなんですよね。幸いなことに。まあ、どうなってますか。いやそうなんです。痛いんですよ。私ね、血管が見えない人で、先生も、なんていうか痛くない腕の方でやってたんですけど、この頃はもう、腕じゃなくて手の方で、手の甲でやるんですよね。時間もないんで、手首、手首ですか。手首も痛いでしょうね。いや、打つ瞬間だから絶対見ないですよね。横向いてますもんね。じゃあ行かないと。なんかビビってきましたね。